はい、皆さんおはようございます。おはよう先生です。今日はね、Photoshop 2021大型アップデートが入りましたので、どんな新機能があるのか、まあいろいろね、実験しながら見ていこうかなと思います。興味がある人はね、ぜひ最後までご覧ください。で、編集してたらね、ちょっと長くなってしまったので、2回に分けてやっていこうかなと思います。押さえておくべきこと、これからつく新機能みたいなところもあるので、なるべく情報として知っておいた方がいいかなと思う部分もありますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいなと思います。それじゃあやっていきましょう。はい、じゃあ早速始めてみましょう。 Photoshop ね、アップデートにあたって大目玉のね、機能があるんだけど、ちょっとその前に地味なところから攻めていっていいかな。地味な話から、地味なアップデートから話していきたいんだけど、まず1個目がヘルプ画面がね、変わりましたよと。今属性って入っちゃってるけど、例えば属性パネルどこだっけっていう時に、こうヘルプをしてもらって属性と言ってたと思うのね。で、ヘルプ下にヘルプトピックっていうのが出てきて、まあ、そこからね、サファリとかクロームの方に飛ばされるみたいなところがあったと思うんだけど、もうね、こういう画面が出てきて、例えば属性パネルのボタンを押すと属性パネルが出てきて、で、ヘルプの情報を見るときにクロームとかに行って飛ばされてたのが、もうね、ここで見れるようになりました。あともう一つ、めっちゃ地味なんだけど、グラデーションの種類が増えた、まあすごい綺麗なグラデーションが追加されたよっていうのが、2020年のアップデートで話したと思うんだけど、今年はね、パステル系が追加されました。パステル系もね、めっちゃ綺麗で、例えばポンって持っていって、スクリーンとか追い焼きカラーとかにすると、簡単に Spotify のね、表紙のやつが作れるようになりましたと。で、中間系もなんか僕確認できなかった、きてなかったんだけど、中間系も入ってたので、一応開いときました。色追加されたのと、あとスウォッチの部分の、ダーク系がね、追加された。この暗いって書いてあるけど、このダーク系の色が追加されましたよっていうのが、めっちゃ地味だけど、現場だと割と使うかなと思うので、先にお話ししておきます。じゃあ次はね、メインどころの話をしていこうかなと思います。もうツイッターとかでもいろんなところで流れてるので、もう知ってる人もいるかなと思うんだけど、Adobe 先生、AI 導入にあたって、写真表現、写真の加工技術のかゆいところに手が届く機能が増えましたと。で、どこから見るかというと、フィルターからニューラルフィルターっていうのがアップデートすると追加されてるので、そこから飛んでみてください。で、まず確認してほしいのが、肌のスムーっていうのと、スタイル適用っていうのが追加されていて、肌をスムーズにと、スタイル適用っていうのが追加されてます。で、下を見るとね、ドリンクマークみたいなのがあるんだけど、これベータ版って言って、これから追加されるであろう機能になります。まあ、この辺の話は後でするね。で、もう追加されてるのから見ると、まず上から、肌をスムーズにってどういう機能かというと、左見てもらったらわかるかな。肌がね、綺麗になったと思います。これリセットボタンをね、リセットボタンを押すと、これが元の画像。で、例えばぼかしとか、滑らかさとかの数値上げてあげると、こんな感じ。こんな感じで肌が綺麗になります。で、以前ね、肌を綺麗にする動画って出したんだけど、あれが、この機能で瞬間的にやってくれます。で、上見てもらうと、これくるくる回ってると思うんだけど、この情報を今ね、Adobe のクラウドに上げてもらって、Adobe のクラウドで処理したのがこっちに返ってきてるっていう状態になります。このニューラルフィルターね。うん。ただね、もうこのフィルターめちゃめちゃ優秀だと思うんだけど、どんな人にでも適用できるのかというと、そうじゃなくて、例えば現実的に言うと、こういう画像だと思うのね。修正するとか、もうちょっと肌きれいにしてほしいなとか、まあ現実的な話をちょっと汚いけどね、これでも汚い画像だけど、こういうことになってくるのかなと思うんだけど、これでやってみるとどうなるかというと、変更できないんだよね。っていうのも、これ Adobe 先生がこれ人だって認識してないんだよ。人だって認識してないから、この機能が使えないと。で、人に適用して加工する技術がこのベータ版にも入っているんだけど、それに関しては人として認識してないから使えなくなっています。まあこういったところがあるので、まあ以前出した肌をきれいにする動画も
一応技として覚えといた方がいいかなと思います。で、人間として適応してくれないならと思って、こんな感じで仏像ならどうなのかなと思って、仏像なら認識してくれるのかなと思ってやってみたんだけど、仏像だと認識してくれません。じゃあ石膏はどうだと、石膏はどうだと思ってやってみたんだけど、やってみたら石膏も人として認識してくれません。じゃあさっきね紹介した動画の中で、チュートリアルで作っていたこのね働き者のおじさんはどうなのかと思ってやってみたら、人として認識してくれませんもう本当に優秀だね、もう人じゃないからねただね、いろいろやっていくと、人として認識してくれる画像も実はあって、例えばこういう画像ね、こういう石膏画像はもう人として認識してくれて、肌もね綺麗にしてくれます。まあ、どういった基準で人と認識しているのかがわからないんだけど、まあ、こういうのもいろいろあるので、いろいろ実験しながらねこれ使っていただくといいかなと思います。肌をねスムーズにするやつはもうやったね。で、もう一個スタイルの適用っていうのがあって、これ何かというと、こんな風に絵画風にしてくれるよっていう機能ですまあこの機能がフィルターギャラリーあるじゃん、フィルターギャラリーみたいな効果にこれからなっていくのかなと思うので、まあ現状使えないけど、まあこういうのがあるよっていうことは認識しておくといいかなと思います。で、今回の目玉だね、今回の目玉がベータ版の中の一番上にあります。スマートポートレイトって言って、まあこれ今参考画像上がってるけど、若いお兄ちゃんが今ね年寄りになっているね。で、スマートアプリとかでよくこれ流行ったけど、これがアドビでも可能になりましたということですね。で、笑顔にするとか、まあ驚き顔にするとかは、まあ以前のねフォトショップでも入ってた機能なので、まあ今更かなとは思うんだけど、一応やってみるか。笑顔の方がいいかな。で、仕上がりがこんな感じ。今ね、クラウドで処理したのが返ってきた状態です。で、これリセットボタンなので、リセットボタンを押すと、こんなに変わったよという感じかな。で、面白いのがやっぱ年齢だね。年齢のとこをやってみると、こんな感じ。ちょっとね、髪の毛が薄くなります。で、シワがね、ちょっと増えて、たるみが増える表現が出ます。めちゃめちゃ精度がいいよね。で、他にも視線のバーを上げるとこんな感じになって、で、髪の毛の量もね増やせますし、顔の向きも変わって、照明の方向性も変えられますよと、照明の向きも変えられますよと。ただこれはあくまでベータ版なので、まあ精度がめちゃくちゃ良くてもう使える状態ではあると思うんだけど、あくまでベータ版っていうことは理解しておいてください。これね、今ある程度綺麗な写真を使っているからうまくいっているけど、まあ、画像によっては首が切れていたり目が潰れていたりする場合があるので、そこら辺はねあくまでベータ版っていうことを意識して使ってみてください。で、これ数値ね決めました、これで OK ですよってなったら、この出力っていうところに新規レイヤーとかね、レイヤー複製とかスマートフィルターっていうのが出てきます。で、面白いのが新規レイヤーなんだけど、こんな感じで、AI が変更した部分が新規レイヤーで複製されて、現れてきます。下が元の画像で、つけたり消したりするとここがこう変わりましたよっていう感じで見れます。で、これをねパカッと移動するとこんな感じで、この子の別マスクが外れるみたいな表現がこれで可能になります。これ面白いね、これめっちゃ面白い。ただまあ仕事とか、まあ、作業、ちゃんとした作業になるとやってほしいのがスマートフィルターでね、ちゃんと出力してするのがね一番いいかなと思います。スマートフィルターで出力って何かというと、ニューラルフィルターに一回戻って数値変更が可能になって微調節ができるフィルターに出力してくれるという感じだね。例えば新規レイヤーで複製しちゃったり、マスクがただついただけになるとこれ以上変更できなくなって、また一からやり直しになっちゃうので、数値をねメモしてない限りもう一回やり直しになっちゃうから、この数値データをもうスマートフィルターで適用した状態で出力するっていうのがメインというか、これがおすすめです。これで作業する場合はねやってください。
ただね、こういった表現もこれからたくさん出てくるかなと思います。こうやって簡単にマスク作るだけで別の画像が目線が違うとか表情が変わってるやつを1枚の写真で表現できるようになるので、まあ映画とかね、あの写真素材がなかなか手に入らない現場とかにはね、すごい重宝されそうな AI 導入かなと思いますね。で次は、メイクアップができるベータ版です。これ何かというとこんな感じこのお姉さんのメイクをこの赤ちゃんに適用せるっていうのがこのベータ版ですこれ見てもらった通り精度はぶっちゃけ良くないです。他の画像でもいろいろ試したけど、大体が唇がめちゃめちゃ濃くなったり、目がねめっちゃきつくなったりするので、まあ、ベータ版なのでまあいいんだけど、まあちょっと満足していますかっていうことになると全然機能してませんよということになるのかなと思います。で、あ、そう、これ遊ん、いろいろな遊んでもらって、結果に満足してもらえますかみたいなアンケートが出てくるんで、これ、押すようにしましょう。この技術結果が、アドビ先生のご飯になるので、こういう実験がご飯になるので、みんなね、いろいろ実験してやってみてください。で、その下を見ると、これ、深度に応じた霞っていう表現になります。どういうことかというと、こんな感じ。バックが今、霞んだと思うよね。で、色もね、暖色に変えるとか、もうちょっとぼかしたいとか、そういう時に使うのかなと思っているんだけど、まあ、ぶっちゃけ AI でやるようなことなのかなと、何に使うのかなっていうのが正直わからない表現ですね。リセットボタンを押すとこんな感じ。まあ、これだと、まあ、綺麗になっているのかなという気もするけど、ちょっと、画面にかかっちゃったりしてるので、まあ、画像によるのかなという気がします。で、このニューラルフィルターはね、こういった複数の画像にも顔認識機能でこんな風に選択できるようになります。ここにポチポチポチってクリックでもいいし、ここでもね選択できるようになっています。この子の肌をきれいにしたいと思ったら拡大してもらって、ウィーンってぼかして滑らかさを出してやるとか、もうちょっとこいつ笑かしたいと思ったらピッピッってやって、まあこんな感じで、まあ好きな人物を選んで調節できるようにもなっています。もちろんね、こういうサングラスをかけててもちゃんとね人として認識してくれます。ただね、いろいろ実験したんだけど、こういった画像になるとね、どういうわけか画像認識、まあ人として認識してくれないんだよね。こっちの方がアップになって、まあ人ってわかるのかなと思ったんだけど、人の顔が横になってると認識されないみたいで、例えばこれを、90度ぐらいに、反対の方がいいかな。よいしょ。こんな感じでカンパスサイズ自体で横にしちゃって、これでニューラルフィルターをかけてみると、この2人が認識してくれると。だから正面になってないとちゃんと人として認識してくれないのかなというところがあるので、まあ、そこら辺はちょっと画像によると思うんだけど、作業するときはね気をつけていただきたいなと思います。あ、でそうだ、顔を認識してくれるしてくれないって話をしたけど、イラストでもね実は試してみました。で、割とこれリアルな顔を描いてるかなと思うんだけど、これだとね認識してくれなくて、この画像だとリアクションでわかると思うんだけど、なんとね認識してくれます。だからイラストだから肌をスムーズにとか無理だけど、これ笑うのかなと思って、ちょっと怒ってるからね笑うのかなと思ってやってみたら、こんな感じになります。ちょっとねぐちゃぐちゃになってるけど、今表情は変わるかなという感じになります。まあアドビ先生がね、写真以外にもこういうイラストまで表情を変えてくれるっていうところまで行ったらもう見事かなと思いますね。はい、次はカラー化です。カラー化っていうのはどういう機能かというと、こういうね昔の写真に色を勝手につけてくれるっていう機能です。試しにこの写真でやってみるね。ボタンをポンと押すだけでぐるぐる回ってますね。
そうすると左見てもらった通りこんな風に綺麗に色がつきます。めっちゃ綺麗だね。でこれじゃ納得できないっていう場合はちょっとね赤を上げたり、まあ、イエローを上げたり、まあ、マゼンタにちょっと上げたりして、そういった微調整がねここでできるようになっています。でこれで OK だったらスマートフィルターのにして OK ボタンを押すと、そうするとこんな感じで適用されます。でこの目玉ボタンを消せば元の画像ね見えるしっていう感じで、これがカラー機能です。これを使えば我が輩は猫だっけかなって言ってるおじさんもこんな風に色がつけられるし、ヒゲがねビヨーンってなってる人もこんな感じで色がつきます。これね何もやってない、ただボタンを押しただけでこのぐらいの精度になります。ヒゲボーンの人もこんな感じでね色がつけます。で白黒に色をつけてくれる機能なので、こういうね白黒写真もこんな感じで自動的に色がつけられるようになります。これ面白いよね。じゃあこんな感じで元からカラーの画像をサイドを変えて白黒にしますと、この白黒画像にフィルターで色をつけるとどうなるのかと思ってやってみました。そうするとねちょっと古い画像フィルムで昔撮ったような色合いになりました。これはね面白い発見だなと個人的に、もともとはこれだからね、これを白黒にして色をつけるとこんな感じ。これいいよね、ちょっと風合いが出て、これにちょっと引っ掛け傷みたいなのを加えることでちょっと昔の画像になると、この辺の色が褪せちゃった感じも時間の経過もねちょっと感じる表現になってるかなと思います。これなかなか面白いなと思います。じゃあ次です。次はねスーパーズームです。これはね画像をズームして切り抜き、ディテールを追加して解像度の低下を補正しますって書いてあるね。ちょっと何を言ってるかわかんないと思うんだけど、例えばここに猫ちゃんを用意して、これねよくよく見ると解像度が悪いです。よく見るとね解像度わざと下げたんだけど、この猫ちゃんを例えばトリミングしたいと、トリミングが決定していて、例えばこれぐらいで切り抜いて使いたいんだけど、これだと印刷上ちょっとねちょっと厳しいかなっていうことあると思うよね。例えばクライアントからちょっと申し訳ありません、ちょっとこの画像しかなくてっていう時に、これちょっとアップでトリミングして使うんだけどちょっと印刷的にどうなんやろうとかいう時に使うのがこのフィルターです。これはね現場の人はよくあると思うんだけど、ボタンを押してもらって画像ズームとかでトリミングが決まるんだけど、この辺にしようか。例えばこれ人だと思った方が分かりやすいかな。で JPEG のノイズを削除とかにして、ちょっとね処理が遅いからあれなんだけど、とノイズを軽減とかシャープにするとかで、おすすめがね顔のディテールを強調とかにするとちょっと解像度が悪くてぼやけるので、ちょっと強調した方が結果がいいかなと思います。でこれで OK を押すと、切れ抜きのままアップのまま JPEG の質を保ったまま、こんな風に切り抜いてくれます。よく解像度が悪い画像に対して少しぼかしたりして、ぼかしてシャープネスを上げてギリギリ大丈夫なように処理するみたいなチュートリアルあると思うんだけど、あれをね AI でやってくれるというような感じです。で今のはアップ前提で、アップをするからちょっと解像度的にまずいからちょっと処理をしてくれるっていうものなんだけど、次にやるのがこの JPEG 自体の、ノイズを取ってくれるっていう機能です。低中高とあるんだけど、例えばこうにして適用するとこんな感じ、もう適用したんだけど、リセットボタンを押すとこんな感じちょっと分かりにくいと思うんだけど、スマートフィルターにして OK を押すと、でアップしてみると分かりやすいかな。目玉を取ると元の画像がこれで、フィルターをかけるとこんな感じ。さっきも言ったけど、解像度がギリギリの画像に対して若干ぼかしてシャープネスをかけるっていうチュートリアルを、これは JPEG 全体、この画像全体で処理してくれます。
ちょっとぼかして綺麗になってます、うん、僕 の、 あのデスクトップ上の画面からだとはっきり分かるぐらい処理されてますね。こうなの、これは現場で使えるめちゃめちゃいい機能だね。あのぜひみんなね、いろんな画像で試して Adobe 先生にご飯あげてね、精度高くしてあげてください。でこのニューラルフィルターには他にもね、ベータ版って書いてないものがいくつかあります。これ説明見てもらうと分かるんだけど、ダストダスクラッチをかけるとか、写真を復元するとかね、これはねこれから出ますよっていう、これから出る予定ですよっていうね、あの機能になります。で興味がある場合は興味がありますってボタンを押してもらうと Adobe の方に情報が飛んで、これからね追加されると思うのでね、ぜひ皆さんこのニューラルフィルターね、いろいろ遊んでいじってみてください。でこのニューラルフィルターね、 AI 導入でもう気づいてる人いるかなと思うんだけど、以前僕 Photoshop のこのチュートリアルの時に、環境設定からこの製品改善のところ行くと、この製品改善のところに参加しますよ参加しませんよボタンがありますという話をして、このボタンを押すとどうなるかというと、あの仕事で使ってる作業上のデータ過程とか、どういうふうに修正してるとか、どういうふうに色調整してるっていう情報が全部 Adobe に飛んで、あの、まあ、Adobe 先生のご飯になると。ぜひぜひ皆さん参加して、参加するボタンを押してくださいと Adobe は言ってるけど、仕事上で使うデータがちょっと不安な人は、まあ、別にチェックしなくていいですよっていうお話をしたと思うんだけど、これね、もともとデフォルトだとチェック外れてるんだよね。だから気づかれないまま、まあ、Adobe 先生のご飯が少ないっていう現状があったために、今回のアップデートで、みんなに試してもらって、それがご飯になるっていうシステムをね作ったのかなと思いました。はい、今日は以上になります。いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございました。ちょっとねニューラルフィルターの話が長くなってしまう。こんな激アツフィルターあったら話長くなりますよねめちゃめちゃすごすぎるこれ。で次回もあのアップデート情報をお話しします。まだ、あと3つか4つぐらいあるので、で現場でレベルで使える話もあるので、次回もぜひ最後までご覧ください。いやこれすごいね。AI 導入によってあの仕事奪われるって話があると思うんだけど、こんなのあのレタッチャーに20万ぐらい出して、もっと出してるかな、あの広告とかによっては出してたことが、もうこの僕が個人レベルでできるぐらいになっていると、こんなん撮影の時にさ、あの視線あちゃんとあっち向いてくださいとか、あの何枚もモデルさん疲れさせるぐらいまで撮るみたいな作業がこの導入によって少なくなっていくというか、どうせ直せるからいいですよみたいなことになっていくのかなという感じもしますね。とにかくレタッチャーのあの存在意義が奪われるっていうね、この AI 導入によって。あとはねこれだね、ちょっとねあの顔認識機能で見ていただいた人、気づいた人いるかなと思うんだけど、このおじいちゃんあの顔認識機能されてなかったので、ちょっと薄い顔になってますけど、まあこのレベルでやってくれるなら、まあすごいなと思いますね。まあもともとカラーだったのをあの退色させるっていう機能は Photoshop の得意技術だったと思いますけど、色がない情報を色をつけるっていう機能が、まあ他のアプリとかね、他の会社さんではまあ普通にできてたあれですけど、Photoshop にもやっと導入されたという感じですね。で動画作りながらね、あの他の銅像喋らんかな、笑わないかなと思ったら、リンカンがなんと笑ってくれました顔認識機能で。これもねレタッチャーで何万も出してやってたレベルのやつなんだけど、こんな感じでねちゃんと笑ってくれました。これでなんかキャッチコピーパッてつけちゃえば、もう広告、まあ、新聞広告でもいいし、広告で全然リンカンが笑ったみたいな、そんな安易なキャッチコピーでいいかと思うけど、そんなんで普通に作れちゃうからね、すごいですね。いや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 、さっきも言ったけどね、次回もアップデート情報のお話になります。で
次回のエンディングでは、今回のフォトショップのアップデート情報だけだったけど、フォトショップだけじゃなくて、まあ、イラストレーターとかインデザインのアップデートも入ったので、その話もしていこうかなと思います。エンディングで、次のエンディングでね、なので次回もぜひお楽しみにしていてください。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあ最後に、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画にね、なんか僕の動画がパッと上がった時にはまたね、よろしくお願いします。じゃあ今日はお疲れ様でした。また見てください。バイバイ。試しにね、今やったのは人間だけど、これならどうなんだ、どうなるのかなと思ってやってみました。いくつかね、銅像がダメだったんだけど、これだったらどうなのかなと思ってとりあえずやってみたら、なんと認識してくれました。でもちろんね、これ2人しか選べないんだけど、例えばこの人選んでもらって顔って認識してくれたっていうことは、こうクリックして、例えばこれムッとしてるから笑顔にすると、笑顔の場をガッと上げると笑うよね。でちょっと歯が見えてるね。そう、どれにも共通なんだけど、ちょっとねガタついた歯がねチラッと見えるっていうのが、女性でも男でもね適用されます。じゃあ年齢どうなんだろうと思ってやってみましょう。年齢もちょっと老けたね。じゃあ視線もちょっと変えちゃおうか。視線こっち見てるね。こっち見始めましたね。じゃあ髪の毛ちょっと増やしてあげますか。増えましたね。やば、これ元は銅像だからね。顔の向きもちょっと変えてみようか。あ、ちょっとバグが出てるね。まあ、数値はこのぐらいにしとこうか。ちょっと上の方がバグが出てるけど、とりあえずこれにして、試しに出力レイヤーを複製で OK してみるか。そうすると、レイヤーを複製にすると、これだけ適用した状態でこんな感じでなります。だいぶ違う人が映り込んでるけどね。だからこれでマスクかけて、いらないところをこうやって、ぼかしのマスクでちょっと削ってあげて、やるだけで、おっとっと、こうやって人の画像も変えられるのかな。人の画像も適用できるし、ニューラルフィルターで、だからメイクもできるっていうことだよね。